こんにちは、ビーレジェンドの辻本です。今日はダイエット中におすすめの間食5選をお送りさせていただきたいと思います。今日はですね、ダイエット中におすすめの間食5選という形で、普段ですね、私が減量する期間もそうですし、普段のダイエット中に、摂取している実際によく食べるものを5つ選びました。まあ今日はそれをご紹介させていただければと思います。以前の動画でもこの間食の重要性についてはお伝えしたんですけれども、どうしてもですね、間食ってダメなものっていうふうに思われがちなんですけれども、まあ、ダイエット減量中において、まあ、一つは、食欲をコントロールするっていうところが、まあ、非常に重要になってきます。その上でですね、もちろん1日の消費カロリーと摂取カロリーのバランスっていうのが大事なので、間食何でもかんでも食べてですね、カロリーが増えてしまうと、まあ、これはダイエット減量っていうのは、うまくいかないケースあると思うんですけれども、まあ、1日の摂取カロリーをですね、決まったカロリー数内に収めて、ちょっとやっぱりお腹が空いたタイミングで小腹が空いて食べるもの、内容食材によってはプラスに働くものも多いので、今日はその5つを紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、ナッツですね。これは私自身も結構減量中、ダイエット中、よくカバンの中に入れてるものなんですけれども、ナッツって言ってもいろいろあるんですけど、ミックスナッツとかですね、アーモンドのくるみ入ったものあると思います。これはですね、栄養素としては脂質量がちょっと多めになるんですけれども、ダイエット減量中っていうのは結構食事で脂質を少なくしようっていう形で意識するがあまり、脂質が少なすぎてしまうっていうケースもあったりするんですよ。なので、私の場合はだいたい 20g ぐらいのナッツ、今だったら結構小袋で売ってるので、そういうものを活用して摂取するようにしてます。食物繊維やビタミン、ミネラル、良質な脂質も豊富に含まれてるので、栄養素も高いのでナッツっていうのは、おすすめです。ただし食べ過ぎは注意ですかね。なのでこう大袋みたいなものを持っておくと、なんかどれだけ食べたかわからなくなったりするケースはちょっとこう危険なので、おすすめはちっちゃめの袋で、しっかりグラムがわかるようなもので、食べきりサイズがおすすめです。で、歯ごたえもあるんで結構咀嚼してですね、空腹感を紛らわすこともできますんで、ナッツぜひ試してみてください。2つ目がヨーグルトです。ヨーグルトはですね、乳製のタンパク質も豊富に含まれてますし、発酵食品という形で、腸内環境も良くすると言われてます。で、今結構ですね、ヨーグルトの種類も多くて、いろいろタンパク質の量が多いものも含まれてますし、プレーンのものもそうなんですけど、加糖、砂糖が入っているものでもタンパク質が多くて、ある程度の、糖質量のものであれば結構摂取することが多いです。で、これはですね、このヨーグルトなんですけれども、ちょっとね、今結構暑くなってる季節であれば、私の場合ですね、ちょっと食べる前にちょっとだけ冷凍庫に入れて半氷みたいな形にすると、若干食べる時にね、なんかアイスっぽい感じでタンパク質もしっかり取れるっていう形で摂取できるんで、ガチガチにすると食べにくいんですけど、ちょっと冷凍庫で食べる数分前にですね、冷凍庫に入れて食べてみると、また違った食感でいいと思いますんで、それも試してみてください。3つ目が干し芋です。干し芋、これは良質な炭水化物、糖質源になります。結構今、コンビニとかでも干し芋いろいろ売ってます。100円均一とかのところでも小袋でですね、干し芋売ってたりするんですけれども、食物繊維も豊富で結構ね、咀嚼もしますし、手軽で、こういうふうに1パック糖質量が10何グラムとかですね、あるものもあるので、糖質の中でも、GI 値は割と低めの、内容になるのでですね、空腹感を紛らわして、食物繊維も豊富なんで満腹感もあって、干し芋っていうのはおすすめです。で、これもですね、ちょっと食べ過ぎに注意なんで、なんか量が多いパックのやつ買ってしまうと、やたら食べてしまうっていうところが、ちょっとデメリットなんで、食べ過ぎに注意
していただければと思います。続いて4つ目が干しイチジクです。星でつながりましたけど、干しイチジク、これはねどこにでも売ってるものではないと思うんですけれども、私の家の近くのスーパーとかですねには売ってるのでよく活用してます。で、干しイチジクはこれもビタミン、ミネラル非常に豊富で、まあ、食物繊維も豊富に含まれてます。ミネラル分ではカリウムとかマグネシウムが多いって言われてて、ちょっとむくみを防止したりとかする効果もあるっていうところで非常に多く活用しています。で、特にですね、噛み応えがあってほんのり甘みもあって満足感が得られるっていう感じですね。ちょっと注意点としては、これも食べ過ぎもそうなんですけど、やっぱ歯にね詰まりやすかったりするんで、そこがちょっと難点かなっていうところもあります。まあナッツもそうなんですけれども、まあその辺は好みはあると思うんですけれども、干しイチジクもおすすめです。最後5つ目がダークチョコレートです。カカオ濃度の高いチョコレートなんですけれども、これも結構コンビニとかいろんなところで最近種類出てます。まあ 70% ぐらいのものから結構苦味があると思うんですけど、私の場合は 80%、86% とかのやつを、まあ、普段食べたりするんですけど、まあ、結構苦党で、ブラックコーヒーとか結構苦味のあるものが好きなので、私は 80% 以上のものを取ったりするんですけど、これはですね、まあ、ダークチョコポリフェノールも豊富に含まれてるとも言われてますけれども、結構まあ砂糖ももちろん入ってたりするんで、そのチョコレートのほんのりした甘みもあって満足感が非常に多く得られるっていう感じで摂取してます。まあ、小分けになっているものとかもあるので、これも食べやすくてですね、持ち運びも便利なんで、ちょっと小腹が空いたり移動する時とかですねに間食で用いるようにしてますんで、ダークチョコもおすすめですという形で、まあ、今回ご紹介した5つですね、ナッツ、ヨーグルト、干し芋、干しイチジク、ダークチョコで、まあ、いろいろその他にもいい食材等々あると思うんですけれども、今回は私がまあ普段間食として使っているものとしてご紹介させていただきました。またですね、機会があればこんな間食もいいですよみたいな形で次回等の動画でご紹介できればとも思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。公式サイトでも新商品やお得なセール情報を配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。